台湾では2014年の統一地方選挙に引き続き今年の国会議員選挙でも若者の台頭が目立っています。日本の各メディアの報道では台湾総統選挙のキーワードの一つに「若者」を挙げています。4日付の AFP ニュースでは中国の内政干渉に不安を感じた若者たちが台湾のために出馬したと報道されています。 NHK 台北支局長、田島則之氏は、馬英九総統は就任以来中国との交流を強めてきたが、その一方的で急速な接近は、若者たちに強い不安感をもたらし、逆に台湾人としての意識を強める結果になった、と述べました。NHK の報道によると、1992年から2014年まで、自分が台湾人だと考えている人が、 17.6%から60.6%に急上昇した一方、自分が中国人だと考えている人が25.5%から3.5%に落ちています。毎日新聞は昨年の学生運動は台湾社会に広がる対中警戒感を紛失させ、11月の統一地方選での国民党の惨敗につながったと分析し、 台湾の民主化運動を長年リードしてきた民進党にも課題を突きつけたと報じました。新東人テレビがお伝えしましまた。